俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは外国人観光客と聞くとどんなイメージをお持ちでしょうか。高い経済効果で観光地が潤うという大きなメリットがありますが、その反面デメリットを心配する声もよく聞きますよね。マナーの悪い行為で迷惑をかけたり、文化の違いでトラブルが発生したりということは、どんな国でも少なからず起こりうるのではないでしょうか。日本を訪れる外国人観光客の行動を憂う声を聞いたことがある方は多いと思いますが、逆に海外を訪れる日本人はどのように見られているか気になりませんか。旅の恥は書き捨てなんていう言葉もありますが、文化の違う国で気づかずにマナー違反をしていたなんていうこともあるかもしれません。今回のお話ではヨーロッパで有名な観光地で働く外国人がその国を訪れた観光客について語ってくれます。どうやら日本に住む私たちがヨーロッパの国々に詳しくない人が多いように、彼女もあまりアジアの国についてよく知らないようです。世界中の様々な国から観光客が訪れている場所で働く外国人に、日本人の行動はどのように見られているのでしょうか。ぜひ最後までご覧になって確かめてみてくださいね。私は20代のデンマーク人よ。北欧のパリとも言われるデンマーク最大の都市、コペンハーゲンのレストランでウェイトレスの仕事をしているの。デンマークはユトランド半島と多くの島々からなる北欧の国。世界的に有名なアンデルセンを生んだおとぎの国として人気のある観光地なのよ。たくさんの観光客が訪れていて、ほとんどが国内からの旅行者とすぐ隣の国のドイツからの旅行者。でも最近、日本や渓谷のようなアジアからの観光客を何度か見かけたんだけど、その時の行動を見て思わず絶句してしまうようなことがあったのよ。その時に思ったことを話したいから聞いてもらえるかしら。私の住んでいるデンマークは環境保護に力を入れている国で、世界1位のサステナブル先進国と言われているの。サステナブルって言うとちょっと難しいかもしれないけど、持続可能性という意味よ。環境を壊さず、資源を使いすぎず、未来の世代も美しい地球で平和に豊かに、ずっと生活をし続けていける社会を作っていこうという取り組みをしているの。世界規模で見ても環境破壊や格差社会など様々な問題が起きている中で、デンマークは一歩進んだ社会を築いていると言えるわね。使い捨てのプラスチックを使うシーンがほとんどなかったり、多くの人たちが自転車で普段の生活の足として使ったり、観光を楽しんでいたり、環境に優しい生活をごく普通に楽しむことができていると思う。これだけの環境にいる私たちから見ると、他の地域に住んでいる人たち、特にアジアの人たちの意識って低いんだろうなって思うのよ。イメージだけそう思ってしまうのは申し訳ないかもしれないと思ったけど、そういう考えがやっぱり当たっていると思ってしまう出来事があったの。実際に私の働いているレストランを訪れたある渓谷人観光客を見た時だった。コペンハーゲンのレストランやカフェはオープンテラスの席が多いんだけど、私の働いているレストランもオープンテラスが設けてあって、街の魅力を引き立てているわ。心地よい風を感じながらおしゃれな雰囲気を味わうことができるのよね。そこにやってきたお客さんが渓谷人だと分かったのは、そのテーブルに着いた3人の男女のグループのお客さんたちが大声で渓谷語を話していたから。私は渓谷語が分からないから何を言っているかまでは分からなかったけど、他のお客さんの迷惑になるくらい大きな声で話をしていたのが気になった。もう少し静かにしてもらえないかなって思って注意しようか迷っているところに、目を疑うような行動を見てしまったの。テーブルに備え付けてあった紙ナプキンを使った後、丸めてポイッとしてたのよ。
特に罪悪感を感じることもなく、当たり前のように捨てているのには驚いてしまったわ。別の日には飲んでいたシャンパンをグラスから地面に捨てていたり、持参した食べ物を平気で食べているのも見てしまったこともあるわ。私はもう信じられないって思って怒りを感じてドン引きしてしまったわ。確かにオープンテラスの席は室内よりも開放的な場所だけど、こんなのマナー違反だわ。別のお客さんも使う場所だっていうことを少しでも考えてくれているのかしら。たまたまうちの店でこうしていただけじゃなくて、普段から悪気なくこんなことをしていたらすごく不衛生だし、環境にも秩序的にも良くない。私たちが頑張って美しいコペンハーゲンをサステナブルしようとしているのに、渓谷からの観光客によって台無しにされているような気分になってしまった。正直に言うと、こんな人たちばかりならもうデンマークに来ないでほしいって思ってしまうくらいうんざりしてしまったわ。まるで大切にしているお花の花壇が荒らされているような気分になってしまって、私はとても悲しく思ったわ。そんなある日、今度は別のアジア人の夫婦らしいお客さんが店にやってきた。私は憂鬱になりながらも仕事だからと割り切って席に案内したわ。注文を取りに行くと、彼らはメニューを見るのに時間がかかっているようだった。言葉があまりわからないらしく、メニューとガイドブックを交互に見ている。そのガイドブックをちらっと見ると、どうやら日本人の観光客のようだったわ。私は少し面倒だなと思ったけど、急かすのも悪いので、しばらく時間を置くことにした。そしてようやく注文を受けると、どう考えても二人には量が多すぎると思ったの。そして似ているものばかり選んでいるので、バランスが悪い。私は余計なお世話かなと少し迷いつつも控えめに、ちょうど良さそうなメニューを提案してみた。売上にも貢献できるから、メニューに合うワインもちゃっかりおすすめしてしまったけどね。日本人のお客さんはとても喜んでくれて、ありがとう。どれを注文すればいいかよくわからなかったので助かりました。それでお願いしますと、拙い感じのデンマークの言葉で言った。デンマークでは英語が話せる人が多いのに、ちゃんとデンマークの言葉を使ってくれたのは結構嬉しかったわね。出来上がった料理を持っていくと、また喜んでくれて、その後は穏やかに食事をしてくれた。そして帰る時にわざわざ私に声をかけてくれて、とても美味しくていい思い出になりました。ありがとう、というのよ。言葉が伝わらなかった部分もあるけれど、その人たちの態度から感謝してくれている気持ちはしっかりと伝わってきたわ。正直に言うと、このアジア人のお客さんはどんな予想外の行動をしてうんざりさせられてしまうんだろうって身構えていた。そこからあまりにも斜め上の対応に、私はかなりショックを受けたわ。彼らが帰ってからも、渓谷人と日本人はこんなに違うの？と、しばらく絶句してしまうほどだった。呆然としている私を見て、同じお店のスタッフが声をかけてきたわ。そうなのよ。アジア人は野蛮だと思ってたけど、みんながそういうわけじゃないのよね。とか、礼儀正しいアジア人だなって思うと、大体は日本人なんだよね。なんて口々に言うの。他にも聞いてみると、日本人の観光客はゴミはポイ捨てせずにきちんと持ち帰るとか、宿泊したホテルなんて使う前よりきれいにして帰る。公共の乗り物やレストランなどでも礼儀正しい。デンマークのルールにきちんと従ってくれる。なんて言っていたわね。私は初めに思った通り、イメージだけで決めつけてしまうのは申し訳ないことだったんだっていうことに気がついた。こうした人たちを実際に見て、一口にアジアの人と言っても、いろいろな人がいるんだっていうことが分かったわ。私はコペンハーゲンの街が大好きだから、多くの観光客がこの街の魅力を感じ、遠くから訪れてきてくれるのはとても嬉しいことだと思っている。でも、それだけじゃなくて、日本人のように節度を守って、この土地を大切に尊重しながら訪れてくれるなら、
大歓迎したいなって思ってしまった。デンマークは日本から遠くにあるけれど、たくさんの観光スポットや自然を味わうことのできる誇らしい国よ。緑の森が広がり、色とりどりの花々が咲いていて、美しく輝く湖沼に海外線などの景観もあふれている。シェイクスピアの名作ハムレットの舞台であるクロンボー城のような有名な場所もたくさんあるから、興味を持つ人も多いはず。スモーブローっていうオープンサンドのような伝統料理をはじめとした個性的で美味しい料理も味わうことができる。あなたもきっと気に入ってくれると思うから、機会があったらぜひ訪れてほしい。これからももっとたくさんの日本人が訪れてくれるようになったらいいなって思っているわ。ベトナムの主な観光地には警告語で落書き禁止の掲示があるんだよ。英語、中国語、日本語の表示はなく、警告語のみの注意喚起の掲示が一番多い。警告人お断りの飲食店も増えている。ダナン大聖堂やカオダイ教寺院ではトイレのドアに警告語でお静かにって書いてあるんだよ。ヨーロッパで暮らしていると、中国人、日本人、警告人ってすぐに区別できない人がほとんどなんだ。でもマナーを守って普通に振る舞っている人を見ると日本人だってわかるんだよね。逆に中国人や警告人はやかましく、振る舞いが傍若無人な人が多い。おとなしい日本人は好感を持たれることが多いよ。以前出張でドイツに来た警告の大企業の幹部たちを案内した時のことを思い出すと、今でも嫌な気持ちになるよ。コンビニエンスストアに入った時、ここは禁煙だと言うと床にタバコを投げ捨てて、先進国なのになんて不憫なんだと言うし、高層ビルが少ないのを見て随分貧しいんだななんて見当違いのことを言って見下したりしてきたよ。ヨーロッパの有名な観光地の多くは免税店では警告語で、警告人ご遠慮願いますと書いてあるし、多くのホテルでは警告人の団体客を受け付けていないんだ。日本でもシンプルで可愛らしいデザインが魅力の北欧ブームが起こったこともありますが、デンマークといってもあまり馴染みがないと思う方も多いのではないでしょうか。ゆりかごから墓場までと言われるほどの福祉の充実ぶりや、無料で高水準の教育などで知られていますが、まだまだ日本ではマイナーな国と言えるかもしれないですね。しかし、実は歴史的にも文化的にもデンマークと日本にはたくさんの共通点があるんです。デンマークは日本と同じく古くからの伝統を受け継ぐ君主国家です。デンマーク女王は実質的な権力を持たない、というのは日本の天皇制と同じです。そして異なる共通点はその歴史の長さです。デンマークの王室はヨーロッパ最古で、なんと1000年以上の歴史を誇ります。一方、日本の皇室はその歴史を紀元前660年に遡ります。世界には君主国はいくつもありますが、デンマークはその中で最古の歴史を持っています。そしてお酒の場では盛り上がり、集団よりも個を大切にするデンマーク人ですが、普段はおとなしく控えめです。少々恥ずかしがり屋な国民性を持つ日本人に通じるところがあるのではないでしょうか。また日本とデンマークのデザインはシンプルで素材を大切にしているという共通点があります。ナチュラルで控えめな色が基調とされていますよね。物を長く大切に使うという点も共通していますし、最近では日本と北欧のデザインをミックスし、温かみの中に洗練された風合いを感じるジャパンディというインテリアスタイルが生み出され話題になっています。これまでデンマークと日本は長く良好な国交を築いてきました。今後もますますいい関係を築いていくことのできるパートナーとなりえそうですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。